マリエータはアメリカ合衆国カリフォルニア州リバーサイド南西部にある都市である。2010年国勢調査での人口は10万3466人となっており、2000年国勢調査からの10年間で133%成長して国内でも最大級に成長速度の高い都市となっている。市内の大半が住宅地区であり、市民の多くがサンディエゴ群。 オレンジ軍、隣接する工業化の進んだテメキュラ市及びアメリカ海兵隊のキャンプペンドルトンに通勤するベッドタウンと考えられている。マリエータ市は南にテメキュラ、北に新しく姿勢が敷かれたメニフィート・ワイルドマー各市と接している。北カリフォルニアのサクラメント市近くの未編入領域であるランチョマリエータと混同されることがある。 また南カリフォルニアの山賊ホアキン・マリエータ都市の設立者が混同されることもある。マリエータはその歴史の大半で人口が多い時代はなかった。穏やかにうねる丘に、時世の樹木が点在する土地を見た、エセキアル・マリエータというスペイン人が、メキシコの特許土地であるランチョ・パウバとランチョ・テメキラ合わせて52000エーカーを購入し、 カリフォルニア州に羊飼育事業を持ってくるつもりだった。しかし、エセキアルはスペインに戻り、土地は弟のフアンマリエータに渡した。フアンは1873年に10万頭の羊をこの谷に連れてきた。豊富な牧草地が羊を飼うのに適していた。1882年にマリエータとサザンカリフォルニア鉄道の大陸横断線とをつなぐ鉄道の駅が建設された。 あと、この谷の美しい景色を発見する者もいた。1890年にはマリエータの人口は800人ほどとなった。フ安ン・マリエータは羊に水を浴びさせるときに温泉を使ったと言われている。結果的にその温泉が街の中心になった。マリエータの住人はその温泉をマリエータ温泉リゾートに発展させるために投資し、それが全国から観光客を呼んだ。 今日その場所にはコスタメサのカルバリーチャペルが所有するバイブルカレッジと会議場がある。カバルリーチャペルは昔のリゾート施設を改修し再建するために数百万ドルを注ぎ込んだ。1935年に鉄道が廃線になるとこの街の生きる糧だった観光客が立ち寄るのが難しくなった。鉄道と温泉があったことで経験した工芸機は次第にしぼんでいった。 マリエータは小さな田舎町に泊まることになった。マリエータの町をアメリカ国道395号線が通っていたが、町がサイド後継機を経験するのは1980年代初期に、週刊高速道路15号線が建設されてからだった。1980年代後半までに、郊外の住宅地域が作られ、サンディエゴ軍、オレンジ軍よびリバーサイド軍の他地域から住人が、 移転してきて、マリエータが急成長した。1990年、住人が市政執行のための運動を始め、1991年7月1日にマリエータ氏が誕生した。人口は1980年の2200人から24000人にまで成長していた。1991年から2007年の間に、 人口はさらに急上昇を続けて97,257人にまでなり、現在は10万71人とされている。隣接するフレンチバレーを併合することで、リバーサイド郡南西部最大の空港を市内に取り込んだ。マリエータは北緯33度34分10秒、西経117度12分9秒。 北緯33.56944度整形117.20250度、33.56944-117.20250に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は28.4平方マイルであり、この内陸地は28.4平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.14%である。 マリエータは年間を通じて快適な気候であることが知られている。マリエータは地中海性気候、すなわち乾燥した夏の亜熱帯気候にある。年間を通じて日照に恵まれ、平均して日照日は263日、計測可能な降水日は35日のみである。4月から11月は暑く乾燥し、 日中の最高気温は77カシ98度、最低気温は44カシ60度となる。11月から3月はいくらか雨の多い時期であり、月間1インチから3インチの降水がある。微気候に典型的な現象もある。内陸部と海岸部の温度差がカシ18度になることもあり、その温度勾配は1マイルあたりカシ1度を超えることになる。カリフォルニア州では、 晩春から初夏にかけて、ジューングルームあるいは、メイングレーと呼ばれる気象が起こり、午前中に深い霧が出て、午後には日差しが覗くのが通常である。年間平均降水量は15インチであり、冬から春にかけて多い。降ったとしても少量だが、時として土砂降りトライウが襲うこともある。降雪は極めて稀であるが、地域内にある山岳部では、 毎冬公設がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カリフォルニア州議会では上院の第36及び会員の第64、第66選挙区に属している。連邦議会会員ではカリフォルニア州第45選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス3となっている。2010年時点で すべて共和党議員が務めている。現市長はケリー・ベネットである。四期市長を務めたワーニー・エノックスが2009年2月に14件の重罪容疑で告発された。マリエータの歴史で監獄に送られた唯一の市長となった。判決は180日間の禁錮となった。マリエータ氏は FBI が発行した2005年の犯罪統計によると、 人口5万人から10万人の都市の中で、リバーサイド軍では最も安全、州内と国内では最も安全なクラスの都市である。モーガン・クイット・ノーによる2006年、犯罪統計調査では、国内39番目に安全な都市となった。1992年に設立された、マリエータ警察署は、リバーサイド軍南西部で、唯一の自治体による、 警察署として特徴ある性格を持っている。現在の署員は約100人である。マリエータはほぼ39年間すべてボランティアの消防団を維持してきたが、1987年に完全な自治体消防地区となり、リバーサイド軍南西部で唯一の消防部となった。マリエータ市の包括的年間財務報告書2009年版によれば、市内の雇用ストップ10は、 以下の通りである。マリエータ市内には2つの使用週間高速道路が通っており、市内と他地域とを結んでいる。市内東部を週間高速道路215号線が、西部を同15号線が通っている。また、アメリカ国道395号線も通っている。リバーサイド軍交通局が地域内のバス路線を運行している。将来カリフォルニア高速鉄道が通る。 可能性がある。住民はこれを2008年の住民投票で承認した。高速鉄道の駅ができると、1日の乗降客数は8000人と予測されている。駅の建設予定地は、マリエータとテメキュラの間、週刊高速道路15号線と同215号線のインターチェンジ近くとされている。このインターチェンジの近く、マリエータクリーク RV には、 ゴミ捨て場と駐車場のある RV サービスセンターがある。マリエータの公共教育は、マリエータバレー統一教育学区が管轄している。この学区には小学校11校、中学校3校、普通科高校3校、継続学習校1校及び独立研究校1校がある。地域の人口増が急激だったために小中高各1校の新設が進んでいる。 マリエータメサ高校は2009年から2010年の学校年から1年生とと2年生に開校した。昔の温泉リゾート跡地に建設されたカルバリーチャペルバイブルカレッジとその参加にある私立普通科学校であるカルバリーチャペルマリエータにも市民の指定が通っている。マリエータ市内に高級ショッピング地域を開発する計画が進行している。この地域にはシネマコンプレックス、 屋外プラザ250室のホテルと大きなレセプションルーム4700台まで収容の駐車場および高層オフィスビルが入る予定である。ここには多くの食事所が入る予定であり、将来は高速鉄道の駅も提案されている。この計画地は過去に屋内ショッピングセンター、アイスリンク、博物館、西部をテーマにした博物館、さらに サンディエゴチャージャーズのスタジアムという提案もあった。計画が完成すると、マリエータでは最大の買い物場所となる。プロジェクトの予算は3億ドル以上がかかると見られ、ライフスタイルセンターとして設計される。少なくとも9つの高級レストラン、1つの劇場、1つの24時間娯楽施設、会議場付きホテル1軒が含まれている。近年の不況で計画がストップしているが、 近いうちに再開される見込みである。現在マリエータ警察署、公共図書館、市役所、高齢者センターなど政府系建物を収容するために開発中であるタウンスクエアには将来戦没者慰霊碑も建設される。これには200万ドルがかけられ、市は建設開始のための50万ドルを供出している。名誉庭園、記念のオベリスク。 第二次世界大戦戦没者慰霊兵器が作られる予定である。市内にあるモンツキコミュニティであるベアクリークには南カリフォルニアゴルフ協会が使用するゴルフコースがある。ロナルド・レーガンやジェラルド・フォードなど多くの人々が訪れてきた。リバーサイド軍南西部にはテレビ局チャンネル27が放送を逃している。この壺は現在経営に苦しんでおり、 従業員の一部をレイオフしてきた。マリエータには幅広いスポーツ教育プログラムがあり、子供たちに機会を提供している。教えているスポーツは、サッカー、野球、アメリカンフットボール、ストリートホッケー、及びチアリーディングがある。南カリフォルニアゴルフ学校が、ジュニアゴルファーズプレイヤーズクラブを運営している。市内には、マリガンファミリーファンセンターがある。金号には、 観光客が植物省も動物省も野生生物の生息域を訪れ観察することができる国立自然保護区のサンタローザ高原がある。さらにゴーカートのレース場ポールポジションがあり、また映画館も一軒ある。テメキュラのワイナリーには車で20分の距離であり、ワインと気球の祭りには参加者も多い。毎年マリエータとテメキュラはロッドランを共催しており、 アンティークな自動車が集まってくる。ありがとうございます。